こんにちは。ずれずれママです。す。いいつもありがとうございますこのチャンネルでは私が読んだ本をもとにしながら人生のこと命のことはたまた宇宙や自然のことなどいろいろお話してみたいと思います毎日の生活にちょっと疲れた時自分が今何をすべきか悩んだ時あなたの生きるヒントになれば嬉しいですそれでは最後までお付き合いください さて、前回の動画で、人はもともと完璧な状態で生まれてくるというお話をしました。だからこそ赤ちゃんの笑顔がみんなを元気にするんだと。そう、人間はもともと愛と光なんです。ただ、それに気づけていないだけ。なぜでしょうかそれは成長の過程で常識や観念から生まれる恐れや不安。 怒り苦しみ悲しみといった汚れがくっついてしまうからなんです考えてみてください親や先生からあなたのことを思ってとどれだけしてはいけないことやらなければいけないことを教えられたでしょうか素直な子供の頃から親や先生のことは絶対聞かなければいけないと言われてそれが正しいと思い込んできましたよね 大人になってもその癖が染み付いていて、世の中の常識とされていることを素直に受け入れているのではないでしょうか。いい大学を卒業して、いい会社に就職して、年頃になったらいい人と結婚して、マイホームを手に入れて、それが幸せの典型のように思われていて、それから少しでも外れていたら、 親や親戚からうるさく言われて辛い思いをする人もいるでしょうでもその汚れは常識や観念がおかしいということに気づくたびにポロポロと剥がれ落ちていきます。そしてあとは愛と光という真実しか残りません。ですからあなたはあなたの心が求める通りに生きればいいんです。こうしなきゃいけない。 と自分をがんじがらめにする必要などありませんまたあなたの心の世界が現実の世界を作りますだから自分の心の世界には笑顔の人だけを置くようにしましょうもう一度言いますがあなたの世界はあなたの心の中を映し出したものです あなたが心で思ったことが現実になると思ってください。じゃあ、何があってもムカついちゃいけないな。いいえ、ムカつくようなことがあったらムカついてもいいんです。無理して否定したり、封じ込めたりしたら、自分の心に嘘をつくことになり、そのストレスが知らない間に溜まって、いつか爆発してしまいます。ですから、 ムカつくっといた感情もしっかり受け止めましょう。そして、パッと手放すことが大事です。嫌なこと、嫌なものばかり見て、あなたの世界を地獄にすることもできるんですよ。でも、世界はもっと広いんです。ちょっと目を動かせば、いくらでも美しいものやいい人が見えるはず。やりたいことがあっても、 すぐ何かのせいにしてやらないってことはありませんかできないことがあっても自分でなんとかなるって決めてみましょう。なんとかなるから大丈夫って軽く思っておけばあとは神様がうまく取り計らってくれますよところで世間では成功すると安らぎが生まれると思われています。 でも本当は心の方が先。気持ちが穏やかに安らいでいると成功するんです。落ち着くと脳波がよく働きます。するといいアイデアがどんどん出てきます。そして成功するといった具合です。落ち着いてのんびりしている時の脳波はアルファ波といってだいたい8から 13Hz の波長だそうです。 さらにリラックスした状態になると 7.8Hz の脳波が出てこれは眠りに落ちる直前の脳波と同じくらいだそうですしかもこの周波数は地球を取り囲んでいる電磁波とほぼ同じなんですこれが一番心地よく生きられる周波数です赤ちゃんはこの脳波を持って生まれるそうなんですがありのままを失うと 脳波はどんどんん上がってきますちなみにイライラしている時の脳波は14から15ヘルツだそうですあなたが出している周波数と同じような周波数の人や出来事を引き寄せますまさに人生はあなたが出している波動そのもの自分に対してしなきゃいけないねばならないという呪縛に取りつかれていませんか そうするとだんだん辛くなってきますよね辛い時にその感情に引きずられてしまうと宇宙に辛いというオーダーを出しているようなものですすると宇宙はせっせと辛い出来事をあなたに運んできてくれることにこれはたまりませんだから辛い時こそラッキーこのことで幸運が引き寄せられると思ってください どんな小さなことでもいいです。幸せの目を見つけてください。当たり前の幸せを数えてみましょう。幸せは数えることから始まります。ささやかな幸せでも、それを豊かに感じられる人は、その何倍も大きな幸せを引き寄せることができます。脳波を地球の波動と同じようにするには、 リラックスすればいいといとうお話をしましまたそういえば動物って何もしないで何時間もその場にじっとしていますよね。よくあんなに長い間じっとしていられるなぁと思ったことがあったんですが実はあれが大切なんですよね。私たち人間って分刻みで動いていてふと気がついたら目の前に広がる景色のことを何も覚えていなかった。 なんてこともあります。たまに何もしない時間ができると落ち着かなかったりしてせかせかと動いてばかりいると脳が働くな,くなってしまいます動物のようにリラックスして身も心ものんびりとすることになりましょうそしたら地球と共鳴できる波長を出せるようになりますよねとにかく一日わずかな時間でもいいんでふーっと と息が吐ける時間を作っていきましょうそして常識や観念に振り回されないよう落ち着いて真実を見極めるようにしていきましょうそしたらあなたは自分が愛とと光でであるることに気づけるんです今日のお話は前回と同じく斎藤人さんと増岡花江さんの「最強運のつかみ方」を参考にさせていただきました。 やっぱりひ人さんって最強ですね。この話に共感していただけましたら、いいねを押してくださいね。温かいコメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。